言葉は力だ。現代文キーワード読解。本日の参考書はどっち？武田塾チャンネル。武田塾教務主任の中森です。中森先生の弟分、武田塾教務の高田です。はい、ということで高田先生、はい、今回はあの現代文のキーワード系の一冊ですけれども、はいはい、うん、どちらもその武田塾の現代文の参考書ルートに入ってる二冊ですね、うん、ですね、まあ使うタイミングで違うんで、なんとなく何と違うんでしょってことは分かってもらえると思うんですけど、はい、まあ、言葉は力だは扱ってる言葉自体はかなりなんていうか必須というか、うん、基礎的ですよね。そうですね、うん、主観と客観みたいに、うん、あの結構みんな一度は聞いたことあるような言葉が載ってるかなと思います、うん、でもいざ説明しろと言われたら結構できなかったりするできなかったりしますね、うん、特に現代文今まであんま読んでこなかったみたいな生徒さんは、うん、もうこれ絶対やっといた方がいいですね。そうですね、だからもう本当になんか言葉の意味をいざ正確に言って言ったら分からないなって人はやってほしいもの。ただ例文は割と難易度高いから、うん、例文まで完璧に読み解ける必要までは正直ないかなっていう教材かなって気がしますね。そうですね、はい、言葉以外にもそういうテーマについて載ってたりしますよね、はい、近代とか、うん、そのテーマについても知っておいた方が後々の文章に役立てると思うので、うん、はい、言葉は力はそういうふうに活用してもらえたらいいかなと思います、うん、で一方現代文キーワード読解なんですけど、はい、まあ、こっちはキーワードはやっぱりかなり本当に小論とか難関の、ね、国語でも使えるようなかなりその詳しく載ってますよね。そうですね、大人でも見たら、うん、こんな言葉聞いたことないみたいな言葉全然ありそうですよね、うん、ただメインはキーワードじゃないですよねこの本は。おお、そうですね、そのキーワードを使ってる本文ですよね。はい、はい、そうですね、うん、本文があれ確か実際の入試問題とかですかね、うんうん、の入試で出た文章の中のキーワードを取り上げてくれてるんで、うん、はい、その入試の現代文の文章を読んでこういうキーワードはこういう使われ方をしてるんやみたいなことを理解するってことが大事ですよね、うんうん、例えばこの本って現代文を実際の入試とか模試とかで解くときに、うん、いや僕哲学系の文章出たら嫌やなとか、うん、科学系の文章僕弱いねんなみたいなことって起こりうると思うんですけど、うん、はいはいはい、キーワード読解でそういう文章をもう一通りやっちゃうと意外ともうキーワード読解でこういう文章慣れ親しんでるから模試でも大丈夫みたいな状態になったりしますよね、うんうん、ですね。だもっと詳しくやるなら、はい、小論文のね、ネタ本とかをやるっていう手ももちろんあるにはあるんだけど、はいはいはい、まあ、辛いじゃないですか、やっぱそれ余裕がある人じゃないとっていうことで、はい、だからその現代文キーワード読解、難関大学の読解にあたってのその キーワードを覚えつつ、そのキーワードが出てくる文章を知っておくために使うっていう感じなので、まあ、大体やっぱりマーチとか国立とか、はい、まあ、総計とかのレベルに入る時の、まあ、読解進めつつ、まあ、知ってる文章を増やしつつそのワードに関連したキーワードを覚えつつみたいな感じの難関大文での対策用って感じですね。そういうことですね、はい、言葉は力で扱うタイミングはやっぱセンターとか日大とか、はい、その辺の読解やりつつその最低限しとかなきゃいけない知識を入れるっていうために使うって感じですね、はい、ということは違いをまとめると、うん、まずそのレベルが違うと、はい、日大レベルの言葉は力だと、マーチ総計レベルのキーワード読解、はい、あとその出され方が違う、キーワードだけの言葉は力だとキーワードと文章がセットになってるキーワード読解っていうところでしょうか、はい、そうですね、言葉は力でももちろん文章はついてるんだけど、はい、メインはそのキーワードの説明の部分という感じですね、はい、はい、それでは皆さん理解していただいたかと思います、はい、本日のどっちの参考書、今日は以上です。皆さん武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。